パウル・エールリヒは、ドイツの細菌学者、生科学者、科学療法の創始者。これにより、科学療法という用語と、特効薬という概念を初めて用いた。プロイセン王国ニーダー・シュレジエンのシュトレーレンで、ユダヤ系ドイツ人の家庭に誕生する。ライプツヒ大学の医学生であった頃から、微細な組織への染色に興味を持ち、学術論文バイトリーが、 ツアテオリー・ウント・プラクシス・デア・ヒストロジス・カン・ファーバンの中でその一端を表す。1878年から83年にかけて、ベルリン大学でフレリヒスについて内科学を専攻し、1885年にケーゲルハルトの助手を経て、1889年に同大学校し、1891年に伝染病学助教授となる。1890年に、 それまでの臨床教育と大学教員資格論文出すサーサターフェビージャーフニーズでオーガニズマスが認められロベルトコッホの研究室に招かれた1892年に母子免疫を発見ベルリン郊外主定グリッツに私立結成研究所を設立し1896年に公立となった同研究所の所長となる結核の療養のため2年間を エジプトで過ごした後、友人のエミール・アドルフ・フォン・ベーリングと共に、ジフテリアの研究を行い、即座説へのヒントを得る。1899年から1915年に、かけて、フランクフルトの実験治療研究所、所長、1904年に、ゲッティンゲン大学名誉教授、1906年に、ゲオルク・シュパイアー科学療法研究所長などを、歴任する。1900年に、 王立協会からクルーニアンメダル、1908年にイリアミチニコフと共にノーベル整理、医学賞を受けた。1940年には彼の自伝的映画、偉人、エーリッヒ博士がアメリカで公開された。当時はナチス政権下であったため、ドイツには知られないように上映された。彼は血液学、免疫学、化学療法の基礎を築いた独創的な研究者であり、 最近学や医科学方面に数多くの審議法を考案した。154編の論文は多方面にわたる。はじめは血液染色に着目し、アニリン色素による生体染色へと研究を発展させ、血液脳関門の存在に最初に気づく。ついで免疫学の研究に移り、植物性タンパク毒素リチンアブリンドピンの実験をはじめ、 抗原抗体の特異性とその量的関係を明らかにし有名な即左説を立てた。この理論は血清の効果と抗原の量の可能な測定を説明するものである。後トリパノソーマに対するトリパンロートの発見や主事な化学療法剤の研究があり、1906年に眠り病への特効薬となるアトキシルの構造式を発見した。1910年には 彼の研究所で、日本の医学者、畑佐八郎が実験を担当していた、倍毒治療剤サルバル酸の発見を導いた。この発見は、後のサルファ剤、ペニシリンなどの抗生物質の発見を流したという点で功績が大きい。なお、赤痢菌の発見者、志賀清は、エールリヒと同門である。ありがとうございます。